ロシアが日本の領空を侵犯したということで、日本が抗議をしたわけですで。それに対してですね、ロシア側が日本側の抗議を拒否。なんか日本もなんかこう拒否とかしてみたらいいんじゃないですかね。中国とかなんとかがわーいってきたら、拒否。<laughs> 抗議って拒否できるんだって新しい発見ですよね。これ日本やりなさいよ、これ。 中国とか何とか言ってきたらその抗議拒否しますって遺憾の意とかじゃなくて抗議そのものを拒否するって外交議式を抗議拒否ってできるんだっていう意外と新しいですよねう <laughs> のをね学ばなきゃダメですよねちょっと読んでいきましょうロシア領空侵犯の抗議拒否日本が政治問題化主張 ロシア外務省のザハロワ報道官は2日の記者会見でロシア軍哨戒機による日本の領空侵犯をめぐり日本は外交ルートを通じて抗議しようとしたが我々は拒否した我々は抗議の根拠となるいかなる情報も持っていないと述べた。 ザハロワ氏はまた日本がこの件を政治問題化しているとして非生産的だと反発した領空侵犯についてロシア側が公式にコメントしたのは初めてザハロワ氏は適切な所管ルートを通じて協議すべきだと述べ日本の防衛省とロシア国防省の間で対処すべき問題だとした領空侵犯問題は9月23日北海道レブン島北方で発生防衛省によるとロシア軍の IL38 哨戒機が航空自衛隊の F15 戦闘機による警告などにもかかわらず3回にわた 日本の領空に侵入した同時期には、えー、ロシア極東ウラジオストク沖の日本海で太平洋艦隊と中国艦隊による合同軍事演習が行われており哨戒機は潜水艦の探索訓練などを行っていた可能性がある一方ザハラオ氏は日本の、えー、経産大臣が 従来兼任してきたロシア経済分野協力担当大臣の設置を石破内閣が見送ったことにも言及日本がロシアとの経済関係を発展させる気がないことを示していると述べた日本は対ロ制裁により自身が経済的打撃を受けているとも主張したとまあそれに対して林長官、まあ、林官房長官ですねまあ極めて遺憾といやこれとんち的に言えば抗議の拒否を拒否否をしますすとといいうう言い方もあったと思うんですよね向こうが拒否って言ったけどそれを拒否するというねもうここから の世界ですからね。抗議を拒否してきたのを拒否するそうすると向こうが拒否の拒否を拒否しますって言ってそしたら今度拒否の拒否の拒否の拒否を拒否しますみたいなねそうなると面白いですよねそうやって欲しいわなで向こうが値を上げたところでよっしゃーって感じでねこちらが拒否した以上っていうことになってですね最後ままで、で、向こうがを上げる 拒否の拒否の拒否の拒否を続けるというねそういうことをやってほしいな拒否を拒否できるだからこれねいかなる情報も持っていないってことはてめえが知らねえだけじゃねえかってこともあるわけですよこれねあのもし今回の領空審判が問題ないとロシアが言うならばこれ2つの可能性しかないんですねそれはレブン島はロシアの領土だという主張もしくは機材の性能が悪くて日本の領空を 飛んだことを認識していないかのどちらかですよねだから分かってて飛んでるんだったらそれで問題ないって言うんだったらレブン島はロシアの領土だということを言い始めたということですよねいやいや入ってないよって本気で思ってるんだったらいやいやお前らの使ってるケーキおかしいんじゃないのと入ってんだよっていや入ってないいやいや入ってるからっていうね あまりにもこの機材がね質が悪いからどっちかしかないわけですよ。で機材の質が悪いのかっこ悪い話でじゃあまさか礼文島の領土の主張をしてんのかって話ですからねでこれもあながちねおかしいことではないというかおかしいっていうかいや内容おかしいんですけどもそれを言うこと自体は想像できるんです。なぜならばロシアはアイヌはロシア民族だと言ってるんですね。先住民族だ ででロシアの先住民族だと言ってるわけなんです何を言いたいかというと北海道も樺太ももともとロシアの先住民族が住んでいたとこでそこをね後で和人がやってきて私たちのね可愛らしい先住民族のアイヌをズタボロにしてくれたと。だっっててほらロシアって北海道が欲しいわけですよでさっきの対戦で北海道を取るつもりだったわけですからところがね主務主張の戦いで日本軍がねしっかりと応戦したもんですから彼らの計画がずれて北海道取れた なかったこれ根に持ってるんですよねだからちょっとでも隙があればいつでも彼らは北海道を取りに行きます <laughs> 日露戦争で 南カラフトを日本に取られるわけですよそれが悔しいんですよねであの戦争で南カラフトは取り返したわけですでも取られたものを取り返しただけだったら行ってこいですから一死報いたことにならないですよねあの憎き日本に対して一死報いたと言えるとしたらそれは北海道を取った場合ですねまあ北海道全部じゃなくても三分の一でもいい北海道の北三分の一でも取ればえー、どういうことかというと宗谷海峡が国内海峡になるんですよそうするとお密りにロシアと中国のね軍艦が 行き来しできますよねでも今は輪っか内まで日本が管轄してますからねロシアの船潜水艦がどう通ったか全部丸見えなわけですよだからねこのロシアにとってはこの宗谷海峡が国内海峡か国際海峡かという違いは大きな違いがあるんですねなので北海道の北半分とか北海道の北3分の1は取りたいんですよね ねえ、だから、ね、レブン島なんてだってあの、えー、空母息吹であっという間にやられちゃったでしょそういう感じなんですよはい、レブン島とリシリ島そして湧かないからね、名寄ろあたりまでっていうのはもう,もう隙があったら取りに行きますよ彼らはだからそれを目指してあらかじめ ほらなんかウクライナはもともとロシア民族の土地だとかプーチンがめちゃくちゃなことを言ってそれでウクライナ攻めたじゃないですかそれと一緒でカラフトそして北海道は元々ロシア民族の土地な,んだとなぜならばアイヌというのはロシアの先住民なんだとだからアイヌはロシア民族のもの北海道はアイヌのものしたがって北海道は私たちのものというねこれはプーチン公文と。 <laughs> うふうういいいに言ってももいいと思うんですけどもねだからもう一歩間違ったら北海道の主権を主張するなんていうことはロシアはねいつでもできるわけでそのための理論構築してるわけですだからねちょっと領空侵犯の抗議拒否とともすれば彼らはもう礼文島利尻リリ島のね領有権を主張する準備をしてんですよそれが今言わないだけでそのカードを持ってるんですそしたらですね昆布リリラーメンはどうなるんですかあそこは日本なんですよ リシリーの昆布はね俺ロシアになっちゃったらうちの店どうするんですかうちの店にとってはね死活問題なんですよ本店がねこれから移転先で探してますけども六本木店は六本木店で残ってるわけですからこれ私にとってはね死活問題なんですよねこれリシリ昆布ラーメンじゃなくてロシア昆布ラーメンにする嫌 <laughs> だねそれ嫌ですよねはいなのでアイヌ新法の実質的弊害がすでに起こって てるんですよね。だからなんか理念だけ書いたからオッケーとはなんないんですよ。その理念が怖いんですよ。だから LGBT もそうですよ。これも多分ね検定意見の理由になってくると思いますね。LGBT 法の精神に反するものは反すると言われかねないものはね、もう教科書にはもう書けないということになるでしょうね。はい。竹田ツニヤスチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。 え動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします、えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね